アザモからも出られたろ。死にかけたじゃないか。ジン、待ってたよ。なぜあの者らは町の外に。猛虎が槍川を囲ってて入れないんですよ。叔父上の宿敵と手を結ぶは難儀かと思ったが、なるほどな。向こうも味方が欲しいんだ。うまくいく。ではまず猛虎を打ち払い、助力を願おう。槍川の者と話したいが、町に入れぬのではな。いや、入れる。隠れ道があるんだ。それは子供の頃の話だ。もし残ってたってたどり着けないだろう。やるかいはある。それじゃあ猛虎の陣立てを見られる場所へ行こう。この町へまた戻ってくるとはね。どこを見ても昔が蘇るよ。じゃあ目をつぶってな。槍川の乱の折、町にいたのか。その前に町を出てた。ガキの頃さ。親と共にか。まあそんなとこ。この音ってもしや。町へ向かってる。ここは待て。消えたね。こっちだ。よし。来るんじゃなかった。今さら何さ。だってこんなところ。誰しもいつか故郷に戻る時が来て、過去と向き合うのだ。囲まれてるね。槍川はもうおしまいだ。ユナ、隠れ道はどこだ。壁沿いに川が見えるだろう。あそこまで行けりゃ案内できるよ。敵陣を抜けるなんて無理だ。それに隠れ道が猛虎に見つかれてもしたら、槍川の民が殺されます。タカ、お主の火事に命を預けた。私も俺を信じてくれ。承知しました。川まで無事にたどり着けるでしょうか。手はあるはずだ。あの壁長くは持たんな。アザモと同じく槍川も地域に落ちよう。槍川の連中、捕まるより死を選ぶだろうね。こちらから仕掛けて猛虎を退けるか。それはいけません。そうだね。勝ち目は薄い。隠れ道はあそこにあるはずだ。あの白い木の奥。猛虎に見つかっておらぬとよいが。陣立てを抜ける手はないか。川まで進めば見つからずに隠れ道を探せそうだ。まさそれが策。残っているかもわからない隠れ道のために、見たこともないほど大きな陣立てを抜けるんですか。離れるでないぞ。もちろんです。行こう。槍川なんかで命をかけることになるとはね。言い出したのはお主だ。ブー君が必要なんだよ。早く島を出たいから。いい町だったな。小さかったあんたには分かんないよ。飯も食えないわっぱには槍川はひどいとこだったよ。だからさ、あんたのせいじゃない。Entsucht Harrikson! Oi! Und du gibst zu Harta! Marschi! Jammer dich im Haro! Samurai!行こう。槍
川なんかで命をかけることになるとはね。言い出したのはお主だ。ブー君が必要なんだよ。早く島を出たいからね。いい町だったな。小さかったあんたには分かんないよ。いつも食えないわかにゃ。やりたはひどいとこだった。だから去ったのか。俺のせいなんだ。あんたのせいじゃない。走れるな。もう走れない。川までついていくんだ。昔ここでトンボを取った。だよね。もう片方は、あ、地頭の範囲か。そっちがいつも負ける。愉快な遊びだ。まだあるよ。これは使えるね。兵糧を溜め込んでおったのか。何者だ。どうやって入った。私はここの生まれだよ。猛虎に見られたか。いや、それより猛虎の囲いだが。己侍の格好なんかしやがって。誰から剥ぎ取りやがった。野党じゃない、クロード様だ。クロードだと。宇治政様に会わせるが、妙な真似をしたらすぐに切り伏せるぞ。佐藤さんにお知らせしろ、直ちに。宇治政、槍川殿の末の息子の名だが、槍川家はお叔父上が追放したはず。影じゃ未だに槍川がのさばって、乱は沈められても志村家を恨む奴らがその度に生まれるんだ。猛虎が橋を渡ってくる。お主らついてまいれ。離れるでないぞ。何でしょうか。何やら騒がしいが。こりゃまずい。頭もいる。町を落としに来たの。猛虎は何が望みだ。誰にも言わない。アンマルメン、槍川の民よ。我が名は手もげ、この部隊の長だ。己らの返答次第で未来が決まる。道は二つ。我らが黒旗を掲げる前にこの門を開けば情けをかけよう。さもなくば己らに無ごたらし死をくれてやる。どちらかを選べ。長くは待たんぞ。去ったな。行くぞ。槍川が下れば叔父上は追い詰められる。心配ない。やすやすとは降伏しないさ。戦ったら町は血の海だ。槍川とて助けがいるはずだ。手を結び共に猛虎を撃てばよい。槍川は志村様を恨んでいます。生き延びたくば遺恨など忘れねばならん。根が深いのさ。佐藤さんがお会いになる。俺はこれで鍛冶屋を見ときたいんだ。酒井殿。宇治政殿か。いやはや志村殿の甥子がよもやあのクロードの正体とは。知られれば罰されましょう。かつての我が槍川一族のように。それは反乱の報いであろうが。
昔のことだろう。今はこの島の危機なんだよ。こちらは下女ですかな。槍川の出だよ。だが地頭の手下になったか。いや、この堺の一味さ、クロードのね、囲いを破るお手伝いをいたそう。その代わり志村殿にご加勢願いたい。猛虎の狙いは本土であろう。じきに対馬を去る。槍川は滅びぬさ。助けなしでな。無念ではあるが、鷹を探そう。とんだのなしだね。まだ時はある。島中が襲われてる。次は槍川なんだよ。これでもわからないなら大バカだ。鷹は毎日ここの鍛冶屋に通ってた。鉄の余りがあるときは親方の真似をしてたね。鍛冶屋とは会えた。代替わりして親方はもうどうでした。宇治政のやつは守り抜けると思ってる。腕利きの弓取りらが宇治政の命に背き、猛虎を討ちに出てから行方が知れぬそうです。そやつらを見つけ猛虎の囲いを破れば槍川と結べるやも。元槍川で落ち合おうじゃないか。弓取りを探そう。クロードの戦いを見せてやるか。銃を持ってた。あんたが使わせてもらってたやつ。覚えてたよりずっと小さかったよ。いつも火事場にいたね。動かすのが大変で。早く弓取りを探そう。